なあ小僧、お前船にコックが欲しいって言ってたな。頼み事ってわけでもねえんだが、あのチビナスを一緒に連れてってやってくれねえか。グランドラインに。グランドラインはよ、あいつの夢なんだ。ったく、オーナーもめんどくさいことやらせるな。おめえの下手な演技でバレねえか、おりゃヒヤヒヤだったぜ。おめえこそど下手な演技で。俺スープおかわり。俺も。俺もだ。聞こえだよ、クソ野郎ども。どうなんだ小僧。やだ、貴様船にコックが欲しいんじゃなかったのか。それともあの野郎じゃ不服だってのか。不服じゃねえよ、俺だってあいつに一緒に来てほしいけどさ、あいつはここでコックを続けたいって言ってるんだ。シャンたちに言われても俺は連れてけねえよ。あいつの口から直接聞くまで納得できねえってわけか。わけだ、おかわり。まあ当然の筋だな。だがあのひねくれたクソガキが素直に行くと言えるかどうか。言えるわけないっすよ、あいつは堅くなにアホだから。おかわり。待てよ、バカげた夢はお互い様だ。俺は俺の目的、オールブルーのために。サンジ。ああ、付き合おうじゃねえか、海賊王への道とやらに。お前の船のコック、俺が引き受ける。いいのか悪いのか。いいさ、やったー。よかったっすね、ルフィの兄貴。ああ、やったやった、コックだ、無事だ。